皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いします。この後6時までの130分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はですね、青森県の津軽地方に住んでる私がですね、ちょっとお届けしております。今日はもう12月に入りまして、1回目の日曜日になりましたけれども、沖縄県はどうでしょうか。冬の訪れを感じているんでしょうか。ねえ、どうなんですかね。まあ雪は降らないとは思うんですけど、当然。でもだいぶ寒くなってるんですかね。私たちの青森県はですね、いよいよもう、冬だなと。冬だなっていう風な感じですね。もう雪もね、ちょっと一回積もりまして、積もったって言ってもね、そんな大したことじゃないんですけど、5、6センチぐらいですかね。10センチは全然いかなかったんですけどね、2日間か3日間ぐらいは消えなかった雪でしたね。で、この後でですね、今日これは収録でお届けしてるんですけど、この後の予報を見るともうずっと天気予報に雪だるまがついていると、そんな状況になってまして、冬だなと。いやー、来ましたね、ついに。12月に入るとですね、確かに雪も降るでしょうし、寒くもなりましょうということはですね、覚悟してるんです、こちらとしても。いざですね、でもそうなっと、こっから3ヶ月間雪景色を見るのかなっていう風なですね、なんかちょっと遠い目になります。それをね、うまくこう楽しめるような、そういう気持ちでいけたらいいんですけどね。でも去年も同じぐらいかな。11月は去年は積もったりしなくってですね、12月入っていつかな、12月の中旬よりちょっと手前ぐらいだったような気がしますけど、一気にバーンと雪が降ってですね、でそこからもう消えることがほぼなくて、2月の末までずーっと降りっぱなしって言ったらちょっとね、誤解を招いちゃいますけど、でもそれに近いような、消えることのない雪景色がですね、続いたんですよ。で、通常だったらっていうか、その年によるんですけど、12月にね、全く降らない時もあるんですよ。降るんだけど、積もらないっていうんですかね。降るけど積もらずに、そのまま、消えて、で、日常、寒いは寒いけど、雪をこう、がある生活ではない12月っていう年もあるんです。で、年明けて、一番遅かった記憶だと、正月の三が日まで全然降らなかったっていう、そんな記憶もちょっとあるんですよね。記憶ってあやふやですからね。私が言ってること本当かどうかちょっとわかんないですけど、去年もそうだったとか言いながら、言われてみたら1月、雪あったよな。1月の1日は降らなかった。元日降らなくて雪かきしなくてよかったっていう風に思った記憶があるので、多分今年の元日は降ってなかったと思うんですけど、雪はあったと思うんですよ、確か。そんな感じでですね、青森県はもうすっかりと、冬を迎えましたという感じでございます。この番組はですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。お気軽にですね、メッセージなんかお寄せいただけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひお寄せください。あとですね、YouTube でご覧の皆様は、YouTube の、トップページのところにですね、私の QR コードがございまして、そちらの QR コードを読み込んでいただきましたら、各種 SNS、Facebook とかノートとか Twitter とか、Twitter かとかですね、毎日、ノートで情報発信を何かしら、日記みたいな感じつけてますんで、もしよければですね、ご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、
弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日のつながるラジオ、お話ししていきたいなと思っていることは、このですね、9、10、11月ぐらいで結構いろんなところ行かせていただくことが多かったんですよ。で、先週のですね、ちょっと放送でもお話ししたんですけど、11月は特に、まあ、結構ぎゅうぎゅうで詰め込みまして、沖縄県にもですね、何十年ぶりかに行かせていただいてですね、FM ギノワンさんの、ラジオ局にもちょっぴりお邪魔しましたというようなことを少し先週でもお話ししました。うん、で、まあ、沖縄県にも行きましたし、あとは、北海道の札幌市、ですね、札幌にも実は、11月はですね2回行ったんですよ、うん、でまあなんで2回行ったのかっていうとですね、これ資格試験のちょっと受験をしてまして、で筆記試験と実技試験がある資格だったんですよね。でまあ1日でねちょっと笑ってくれればいいんですけど、あのまあそういう試験じゃなくてですね、2回行かなきゃいけないってやつで青森県から札幌に2回行くと。なので11月は札幌行って沖縄行って札幌行くみたいなですね、もう端っこから端っこまで行ったっていう、そんな月だったんですけどね、うん、でそのいろんなところにですね、まあ、伺って、当然ですね青森県は車社会で、やっぱ車、私も車でいろいろなところに行く、マイカーでですね自分で出かけるんですが、やっぱり旅先だとね、やっぱり車、自分の車当然ないので、まあ、レンタカー借りたりですね、そういうこともあるじゃないですか。うん、で、私もいつもだったらそういうふうな、これ車が人だなと思ったときはレンタカー借りるんですが、まあ、今回沖縄と札幌はですね、まあ、滞在期間がそんなに長くないっていうこともあって、レンタカーとか借りずにですね、移動手段は路線バスに乗ったんですよ。うん、路線バス。皆さんどうですか？路線バスって、結構乗るんですかね、沖縄の皆さんとか、うん、まあそれ以外のね地方の皆さんとか、まあ、私で言うと、青森県にね、まあ、住んでるとやっぱり自分の車に乗るっていう感覚が強いんで、まあ、正直住んでるとですね地元の路線バスってあんまり乗らないんですよね、うん、乗らない。だからねもうだいぶ長いこと乗ってないですよ、私なんて高校生以来乗ってないんじゃないかなっていう感じです。あ、たまにねその空港行くときに、なんていうんですか、そのリムジンバス的ないうのは乗ることありますけど、まあ、それぐらいですよね、うん、路線バスにまず乗ることなんてないんですよ、うん、で沖縄にですね今行ったときも実は路線バスでいろいろ移動させていただいたということもあって、あと札幌でもですね路線バス乗ったんですよね。で、まあ、久々にそういった路線バスに乗るっていうことをしてですね、あ、路線バスの旅っていうか、まあ移動って結構いいなというふうに思ったんですよね。うん、なんでまあその路線バスの旅いいなって思ったことについてちょっとお話をしたいと思います。前置き長くなりましたね、はいで、まずですね、まあ僕もその久々にこのバスに乗ったっていうこともあって、であとまあ知らない土地で乗ったことなわけなんで、知らないところに乗ったので、うん、なんですかね、バス停の名前とか当然知らないわけですよ、うん、で特に沖縄ですよね、まあ、那覇空港着いて、でチャタンの方までね、行くときに、路線バスで行ったんですけど、まあ、大体ほら今だとね Google マップとかまあ乗り換え情報的なやつってアプリたくさんあるじゃないですか。なのでもちろんそれを調べてですね、まあ時間設定して、調べるとですね、
どのバスに何番乗り場から出てますよみたいなことは結構親切に教えてくれるわけですよ、うん、でとはいえですよ、まあ那覇空港着いて、でそこからバス乗るのもですね、バスの乗り場をまず探すのにちょっとこう四苦八苦するわけなんですよまあこれまでだったらレンタカー借りてね、レンタカー屋さん行こうみたいな感じだったものがちょっとまあうろつく孫つくんですよね、うん、で、まあこれは別に悪いことじゃないんですけど、まあ想定の範囲内ではあるんですが、やっぱりこう時間通りに来る時と来ない時って交通事情があるんでね、やっぱあるじゃないですか、うん、でそれがこう始発とかだったらねこうぴったり来るんでしょうけど、途中の中間地点とかでね、路線バスなんで、ね、乗ることもあって、そういう時だとやっぱり遅れちゃうこともあるわけですね。早くなることはなかったんですけど、遅れることもある。うん、で、その振れ幅っていうんですか、どれくらい遅れるかなっていう自分の想像と、あとは実際に来たのっていうのは結構振れ幅があって、うん、まあ遅れると言ったら自分の想像はですよ。最初乗る前の想像って遅れると言っても大体5分かなとか、まあ、長くても10分ぐらいでしょうぐらいに思ってたんですよ、うん、で実際に、まあ、バス待ってて、まあ、来るってなると、まあ、10分以上ですねずれ込んでるバスも正直あったんですよね、うん、でその間にやっぱこれバス停によってはいろんな路線が通ってたりするわけですよ、うん、なんでいろんなバスがこう通って、いるわけなんで、自分が目的している乗ろうとして目的になっているバスが来るかなと思って来たと思ってみると違う、あまた来るかなと思ってみるとあ違うみたいなですね、そういうことが結構あるわけですよね、うん、でなんですかこうよく言えばこうドキドキハラハラ感があるんですよすごく。でまあこれってあんまりなんだろうな、マイカーで生活してるとまずないですよね知ってるとこだから、まあ、住んでるとこですからね、うん、そういうなんか交通手段で、あ、来るかな、あ、違うみたいなのってあんまないなと思ってて、結構僕にとってはすごい新鮮だったんですよね。あ、なんかこういう感覚ってしばらくやってなかったなと、うん、で東京とかああいう大都会行くと、まあ逆に路線バスっていうよりも電車なので、しかも本数も多いわけじゃないですか。だから例えばね1本電車なんで乗り過ごしたとか乗り遅れたとしても、またすぐ来てくれるんでね、だからその辺はあまりこう心配がないというか、うん、こう予定とこうずれちゃっても大丈夫だなみたいな、そういう安心感みたいなのもあるんで、あんまドキドキハラハラみたいなのないんですよね、うん、このバスってね予定通りに行かないことっていうのが結構面白いなっていうふうにちょっと思いました。で、やっぱようやくバス来ましたっていうふうになってですよ。乗りますってなった時に、ちょっと乗り方もですね、ちょっとドキドキするんですよね。整理券取るのか、あと IC タッチ。ね、沖縄だと、だから独自の IC カードがあると思うんですけど、まあ、札幌だとね、まあ、パスモとかスイカとかも使えたんですよ、うん、だからそれをタッチできるのか否かみたいなのも一応調べてはいるんですよ。調べているんだけど全部のバスに搭載されてるのかなとか、知らないからいろいろ考えちゃうんですよね、うん、だからあ、来たバスにそれってついてるやつなのかなとか、整理券取らなきゃいけないのかなって。で北海道はね実際あったんですよ、同じその路線なんだけど、いろんなバス会社さんが運営してる路線で、このバス会社さんは IC 決済できるとか、でもこのバス会社さんは現金しかダメとかね、うん、だからそういうのもやっぱあって、なので実際乗ったら整理券取るしかないっていう、現金払いしかできないっていうのもあったんですよね。まあそれが普通だと思うんですけどね、悪いとかじゃなくてですね、それが普通だと思うんですけど、それもちょっと一つのドキドキ感なんですよ、うん、で現金でね乗ったら乗ったで、一応こう値段っていうんですか、あのバス運賃表か、運賃表は見てるし、手元の Google マップでもこっからここまでいくらだよっていうのは金額出てるから、
払うべき金額は自分では分かってるんですけど、でも本当にこれなのかなっていう、ちょっとGoogle マップをちょっと疑ってるわけじゃないけど、本当にこれなのかなってちょっと思いながら、あのバスの中にある運賃表をずっとガン見するっていうガン見するっていう、その現金の時はですよ、あの IC 決済だとまああんまりそういうことないんですけど、うん、一体いくら払うんだろうっていうのをずっとガン見するっていうのもこう結構楽しい一体いくらずつ上がっていくのかなとかあ、このバス停からこのバス停だけでこんだけ上がったとか、1個のバスでこんだけ上がるんだみたいなねそういう楽しみ方もありました面白いですよ。で、両替もですよ、特にまあ沖縄の時ですね、僕沖縄のその IC カード持ってなかったんで買わなかったんで全部現金で払ってたんですけど、多分ね、沖縄県民の皆さんにとってはちょっと現金買いっていう感じにもたついてたと思うんですよ、降りる時とかね、うん、あと両替しなきゃいけなかったりもするん で、この両替ですよ、両替、あのバスの中であの運賃箱で両替できるじゃないですか、うん、でそれはもう全国共通でね分かってることなんですけど、沖縄のバス乗ってた時に、何人かその観光客の方がね乗ってらして、初めてバス乗っ、私みたいにね初めて沖縄でバス乗った方もいらしたんですよ。で僕もちょっと知らなかったっていうか分かってなかったんですけど、自分が地元でねその高校生ぐらいの時に最後乗った路線バスの、運賃箱での両替っていうのは、なんか止まってる時、信号待ちとか、何かで止まってる時に立ち上がって、スッとしてで帰る時にね、あ降りる時にその両替済ませた状態でスマートにね支払うみたいな、そのなんか両替って隙間時間でやるものみたいな、そういうイメージだったんですよ私は。だから自分もそうしようと思ってて、沖縄のバス乗った時になんか信号待ちの時にスッと千円札ピッて入れて、細かくしとこうとかって思ったんですよ。でちょうどね乗ったバスにたまたま同じ考えの方がいらして、信号待ちの時にですね立ち上がって両替行かれたんですよね。そしたらバスの運転手さんが教えてくださったんですけど、あれなんですね、降りる口のドアが開かないと両替ができないシステムなんですって。これ知らなくって僕、あそうなんだと思って、だからその信号待ちで並んで止まっている時には両替できないんですね。あれ扉が開いて初めて両替ができるように連動してるんですって。多分安全性のね面からとか、その運行上でねその怪我したりとか、いきなりバス動いてね怪我しちゃったとか転んじゃったとかなると困っちゃいますからね、多分いろんなそういったこと考えての措置だったんだと思うんですけど、まあ、僕もそれ知らなくって、あそうなんだと思って、両替って降りる時しかできないんだってねちょっと学ぶのなんですよね、うん、だからそのガン見してる運賃表ですよ、運賃表と自分の財布の中にある小銭が足りるのか足りないのかっていうねそれもちょっとこう見ながら、一応手元で分かってるんですよ、運賃いくらだっては見てはいるんだけど、 Google マップにも出てるんでね見てるけど、あ絶対砕かなきゃいけないやつだとか両替しなきゃいけないやつだとか、だからほら1000円で入れると結構その500円玉と100円玉と50円と10円玉って細かく出てくるじゃないですか。で自分の財布の中にもなんか最終的にその10円玉いっぱい残るとか嫌だからこういう出し方してなるべくその小銭を少なくしようとかっていう、そういうシミュレーションをしてるわけですよねこっちもなんかそういうのをねなんかちょっとこういろいろ考えて、まず降りるときに先に運賃箱に40円入れてとか、でその千円札を両替した中から300円取って入れるとか、なんかそしたらお財布のところ小銭パンパンならないとか、なんかいろいろシミュレーションしててですねなんか結構楽しかったんですよそういうのって。普段そういう感覚ってあんまりないからなんか面白くってですね、なんか路線バスの旅って楽しいなってちょっと思ってましたね。でまだまだあってですね、まだまだくらいじゃないかもしれないですけど、
札幌で乗った時ですよ、今度は、札幌で路線バスね、これも結構何回も乗ってですね、っていうのも私昔ユニクロを勤めてた時に北海道実は住んだことがあるんですよね、約5年ぐらい住んでいて、で1箇所だけじゃなくて5箇所ぐらい住んだんですよ、で、今回札幌に今2回行ったってお話したんですけど、札幌をに住んだこと、札幌に住んだことは実はないんですよ。札幌にはないんです。多分普通逆なんですけどね。札幌は住んだことあって他がないんだろうけど、結構他の都市はあるんだけど、札幌だけないっていう。で、最寄りはあるんですよ。で、石狩市っていうね、札幌の本当にもう隣でですね、真隣の市なんですけど、そこには住んだこと実はあって、で、なんかね、僕全国転勤だったので、いろんなところ住んでいて、で自分の中のこう、なんだろうな、こう旅した時に、なんかしたくなっちゃうことの一つで、そういう札幌まで今回行ったら、あ、なんか近くなわけなんで、だったら行こうかなと、住んでた町へ。で、なんだったら住んでた自分の前の家ですよね。アパートを、行きたくなるんですよ。なんかこう思い出探しじゃないんですけど、したくなっちゃう人で、で石狩市に行って、でやっぱ住んでた場所なんでね、やっぱ馴染みのラーメン屋さんとかもあってですね、めちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんとかもあって、あそこにも行きてえなと、行ってラーメン食べて、自分が住んでた町を見て、住んでた家を見て、で住んでた職場、ユニクロですよ、元々のユニクロのお店まで見ちゃえみたいな、そんな気持ちがあってですね、その資格試験が終わったその足で、路線バスに乗り込んでですね、石狩市に向かったんですよ、でその時は知ってる街なんですよね、住んでたから、だいぶ昔ではありますけど、知ってる街で、車もガンガンその時は運転をしていた街だから、道路も完璧じゃないけど、うろ覚えなんだけど、あ、見たことある道路だなとか、この道路知ってるよっていうのは分かるわけなんですよ。で、その路線バスの旅で良かったのは、その知っている道路が見れるっていうのがね、めちゃくちゃ良かった。見たことある景色が出てくると、一気にテンション上がるんですよね、なんか、人間って。ああ、ここ来たことあるみたいな。こう知ってるみたいなのですね。そういうテンションになんかなるんですよね。僕だけかな。なんかみんながそうなるってちょっと決めつけで喋ってたけど、自分だけかもしれないですけど、自分はそうなるんですよね。で、こう路線バスのこう自分の住んでた家の近くにこうどんどん進んでくると、自分が思いもよらない景色というか、想像してなかったというか、この、脳の彼方に、記憶の彼方にこう置き忘れてたような景色っていうのも出てくるんですよ。で、なんかこうずっと窓からね、こう外の景色見てた時に、あ、この通りなんか見たことあんなみたいな、あ、この通り知ってるわって、あれ、このまま行くとここに行くんじゃないかなとかっていう風に思いながら見てたんですよ。で、自分がそのね、一番テンション上がったのが、お弁当屋さんが出てきたんですよ。ホットモットってあるじゃないですか。ホットモット。で、当時はね、ホットモットじゃなくて、ほっかほっか亭だったんですけど、でもそのお弁当屋さんですよね。もともと同じお弁当屋さんじゃないですか。で、それが出てきたんですよ。あ、このまま行くと、あ、きっと、ホットモット、お弁当屋さん出てくるなと思ったら、やっぱ出てきたんですよね。パーって、あー、出てきたみたいな。なんでこんなテンション高くしゃべってるか自分でも分かんないですけどね。でもそのお弁当屋さんにね、すごいお世話になったんですよ。まだ自分が22歳とか23歳ぐらいなんで、ほんと20年以上前ですよね。で、ほんと社会人1年目で、その石狩の町ってね、僕にとっては思い出のある町で、初めての転勤、最初に赴任したお店から移動が決まって、その初めての移動が石狩市で、不安な気持ちで来て、でまだ22、3なんでね、もう
社会人1年も経ってなくて、まあ、鼻垂れ小僧みたいな状態でね赴任してるわけなんですよ、うん、だからなんかねこう初々しいというかこう青々としてる自分っていうのがまだそこにはいてですね、その街の自分の記憶には、うん、あの生意気で仕事もできずに、うん、なんか口だけでみたいなですね、そういう生意気な頃の自分っていうのがやっぱあって、でそれなりにこうやっぱ社会の荒波に揉まれてですよ、毎日の仕事の中で、鼻をへし折られていくわけですよねまあ、お相手がへし折ってるわけじゃなくて自分が勝手に折られてるんですけどね。でなんかこう今日もうまくいかなかったなみたいな、あ自分ってダメな人間なのかもしれない、仕事できないなみたいなことを思いながら晩飯でそこのお弁当屋さんに行って、でなんか家に帰ってこうストーブの前で食べるみたいな、そういうねそういう生活をしてたもんだから、そのお弁当屋さんにいた時の行ってた時の気持ち、当時の気持ちっていうのがですね、なんかこう湧き上がるように思い出すんですよ。あでもこれってやっぱりなんかやっぱ必要な経験だなって思ってですね、昔の場所に行くというか、よくすごくがむしゃらに頑張っていた時の、場所に行くっていうので、なんかいろんなことを思い出すんだなっていうのはですね、結構ちょっと思ってですね、そういった意味でも、あ路線バスの旅楽しいってやっぱなったんすよね。ということでですね、まあ今日エンディングのお時間になりましたけれども、毎週日曜日、5時半からはつながるラジオをお届けしております。もしよかったらですね、YouTube 画面の QR コード読み込んでいただけますとですね、私の SNS なんか出てきますので、お気軽にフォローなんかいただけますと嬉しいですという形でございます。はい、今日は路線バスの旅楽しいぜという話をしてまいりました。また来週ですね、日曜日5時半からのお時間お会いできればなというふうに思います。最後までご覧いただき、ご視聴いただきありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございます。失礼いたします。